はい、レディースエンジェルどうもドラマ佐々木です。今回はひらめきの遊技場じゃなくて、真珠の世紀を、やっていこうと思います。まあ、唯一の俺が一番苦手だったベースですね。そしたらバトル2。はい、でマナですね。本当にこうウリエルとマナがめちゃめちゃ強いんで、はい、はい、そしたらバトル3。ここであともう中ボスですね。はい、そしたらあとはこいつを殴っていく感じですね。で、次ここは、ウリエルの SS 溜まってたらもうぶちかましていった方がいいかなと思いますね。エナージーサークルが来る前にマジで打った方がいいかなと思いますね。防御力ダウンされちゃうんで。ここは遠慮なく SS ぶちかましていこうと思いますね。はい、そしたらバトル5。これルシとかマナダとかバリア系ついているやつだったら今の十字レーザーはあまり食らわないですね。 2,3 万ぐらい食らったけども、今のさっき言ったバリア系のやつだったら1万2万ぐらいで耐えますね。はい、こんなに痛いはずではないです。要はこれ防御力ダウンスだったらほぼ即死ってことなんですよね。真珠解放の使命果たしてみせる。はい、そしたらここね、ここもあともう遠慮なくぶちかましていった方がいいかなと。あと3ターンでね、
即死ではないんだけど、天国へようこそ。いっぱいの幸せを約束してあげる。天国へようこそ。いっぱいの幸せを約束してあげる。この次ね、はい、そしたらラスト、ラストはあともうマナの衛星スプッパして終わりたいと思いますね。で、これ次に十字レーザー撃ってくるんで、はい、そしたらストライクショット。はい、ということで今回が、ドラムスキーが唯一苦手だった、クエストは何かということで、それはまあ神獣の聖域でした。よければグッドボタン、チャンネル登録の方お願いします。それで以上、新女性嫌いなドラムスタケでした。以上、ドラムスタケでした。バイバイ。